走馬灯聞いてください。焦燥食らいついて喧騒、恥ずかしげもなく妄想、もうそんな時間、もう少しだけいいじゃない。いつの間にか大人になってた頃になって、ようやく見えてくる自分の居場所、消えた逃げ場所。死ぬまで戦いだ、これが生き様か。今抱えている不安や憤りはどうしたってついて回るんだよ。生きていればさ、生きていればまた会えるかもしれないから、そん時は笑って土産話をしようよ。あとどれくらいの思い出を作って、どれだけの言葉を交わし合って、僕たちは絆を育んで幾千の夜を越えるのだろう。耐え抜いた夜も、何の始まりも感じない朝日も、決して無駄ではないと。今の自分を好きになれたのなら、胸を張って帰ろう。
色が見えるのかなんて想像もできやしないけど、自分が愛されて愛して育まれてきた時間を思うことくらいはできるでしょうか。好きなことをやりなさい、後悔のないように振り絞りなさい。そんなかっこいい生き方を生き様で語れるように僕はあなたに